お疲れ様です。電気屋 YouTuber です。今日は豪華メンバー、これは何するかっていうと、僕のハイカラの動画が結構人気で、僕、一発センダーとかばっかりなんで、キッキーを使ってくれってことで、前、増田さんに現場応援してもらって、キッキーで負けてもらったら、綺麗やなと思ったんで、今日は増田さんにキッキーでの受け方、寸法の取り方、見せてもらおうと思います。で、前、腰を出てくれたリバティさん。はい、リバティさんは通信工事だから、血管自体はあんま触ることないです。通信触るから、やることはやれるけど、はい、こう寸法取りになると結構難しいですよね。そうですね。先輩教えてくれた。お願いします。先輩の曲げを見て、はい、ジュン君も同じようにできるのは、僕は誰でもできるようになってほしいためにやってるので、実際に検証動画ということで、はい、やってみましょう。じゃあ、先輩お願いします。はい。ということで、実演してもらうということで、ドン100のスノーマルを作ってほしいんですよ。で、このように、一応、この青のマスキングテープの下面が、400ぐらいになってます。なるほど。はい。やってるんで、増田さんは、新人の育児さん向けに、誰でもわかるように解説しながら、はい、よろしくお願いします。ドン100でスノーマルを作ってもらうので、イメージしてます。これが、こう上がってきて、ここで止まるっていう感じのイメージでやってもらったら、はい、ちょっと一旦選んで、はい、やってもらいます。次に、スタジオス400で描くんですけど、こういうペイントマーカーで描いちゃうと、仕上げ、見えるとこやとこれ残っちゃうんで、もう鉛筆の方がいい。確かに。400で描いたんですけど、ここから曲げちゃうと、来るんで、体感が。長くなるとですね。この部分長くなっちゃうんで、これをバックしてあげないとなって。ちょっとずらしながら、折っていくんで、このまま刺してもらって。はい。ちょっと折っていって、この辺かな。この部分を差し引かないとなって。ああ。で、このヒッキーの場合は19で160バック。160バック。まあ、それぞれ、人それぞれ細かいことあると思うんですけど、ここ160バックで。あれの加減とかがありますもんね。人それぞれ。そうですね。なんで、一回折ってみて、はい。自分は。回るがどんなのかなっていうのを見てみたらいいと思います。はい。これ10バックで。こっから、こうやって上げていくと、こんな感じで、この100のとこで、立ってくれる。残るようにですね。はい、そしたら、で、ここの、ここ、はい。先端の部分。はいはいはい。に、印を合わせてあげて、先端と印、これが400から160だとしたところですね。そうですね。はい。チッキーなんで、はい、一発しか曲げられないんで、ちょっと、はい、ちょっと、これぐらいかな。あまりと体幹も起こって引っ込んで、怖いことになっちゃうんで、ちょっとずつ、ふっとこう、ずらしながら、5ミリぐらい。はい。ずらしながら、同じ力加減で、ふっとずらして、ふっとこう、歩いていきます。はい。まっすぐで。滑る。よいしょ。で、これが、垂直になるよ。そうですね、今垂直ですね。あの垂直当てて見てあげたら90度が出ると思うんで、はい、でじゃあ当ててみましょうか。はい、おそうだよ、ちょっと短いな。まあ 2,3 ミリちょっと短いかもしれないぐらいですね。97ぐらいかな。で、なんで、はい、力加減とかで短くなっちゃう時があるんですけど、はい、短くなると出なしようもないんで、160のところをもうちょっと160とか150バックぐらいにしてあげるとちょっと長くなって切ったら済むんで、うん、あまり鉛筆狙いすぎるとちょっと大変な切り方があるんで、自分の思ってるところよりちょっと長めにしてあげて、長かったら切るぐらいの方が合わせやすいかなと思います。もう現場に配管1本とかしかなかったらね、どうしようもないですもんね。そうですね。僕も安全みたいタイプですね。そうですね。あるあるなんで、長めで切るのが無難かなと思います。ありがとうございます。はい、はい、今ので、筆記での巻き方は皆さん分かったと思います。せっかくなんでもっと応用編いきたいんですけど、例えばこれ今400で作ったじゃないですか。はい。でも現場の仕様変更とかで、実は420でしたと。新しい配管を使ってまた作り直せばいいんですけど、もう1本しかないと。やらなあかんと。修正方法ってあるじゃないですか。はい。それをちょっと教えてあげてください。ここの長さを2センチ伸ばしたいっていうことなんで、こっちの先の方を戻して、視点を2ミリずらしてあげていけば、理論上は通じないということになる。これうまいこと言うとかじゃないんですけど、なんで、だから逆にかけてあげて、そうですね。はい、回るかな。よいしょ。いいですね。よいしょ。戻してあげて、これで、これで今、一回見てみましょうか。どうなったか。今、だからちょっとこう、さっきまでこうあったのが伸びてるんで、もともと言ったこの辺で、もともとの視点がここやったんで、いいよ。よいしょ。行き過ぎや。行き過ぎたら、今405っすね。405、もっとですね。それを繰り返して、ちょっとずつ伸ばしていただければ。あと、これが、戻すときに、こうなったりすると、へなへななってくるんで、この垂直で、しっかり睨んであげて、戻してあげてください。もう、ひかりさん、すぐバレるんで、これ。ひねっとったら。
びたっすね。いいね、425。425までも出ましたね。ってことで、420にしようとして、今425まで出ました。あとはね、もう、これの繰り返しで、あと5mm だけなんで、伸ばして、手前から上げて、5mm とね、先の方を伸ばしてあげて、視点を下げてあげれば、はい、ちょっとずつ伸びて、ここをずれてくるんで、まあでも19とか25ぐらいまでですね、これができるのは、なかなか力技なんで、太くなってくると、もうやり直しが大変です。ってことです。まあ、こういう技もあるんで、これができるってことは、現場で失敗してるって分かれたら、そっちやってるから。やっぱりね、何回も曲げるんで、ちょっとこう、ね、形がね、変わってしまうので、新しい体幹がなら、僕やったら、やり替えるかなと。うん、でも、どうしようもないときね、こうやってやる、裏技っていう感じで覚えてくれたらいいかなと思います。ということで、次、純くんやってみるんだけど、はい、だから人によって、曲げ方によって、R が変わるから、長さが変わるんで、これは皆さんも、ぐらい自分の R なのかなっていうのを測る方法として、先っぽにかけてもらえます。いったら、このゼロ地点が配管の先っぽです。ジュン君がノーマルを作ってみて、余った数字がジュン君の数字になるんで、これが何度なのか。まず、やってみましょう。結構、こうしてもらう。5mm ずらしずつぐらいで。大場所難しいですね。意外と難しいよ。こっちはね、グッと踏んでる方が起き上がってくるので。はい。うん。踏んで、そう、見つけてあげる方が曲げやすい。おー、うん、で、こっちだからまた5mm、足5mmずらしたら5mmずれるんで、さあ、足で調整するの、うん、おー、それ以上動かないですね。そうそうそう、難しいですね。これで多分水分あ、冷たくしといて200やな。ずらし幅松田さんのさ、結構切ったやつジュン君は200でした。あ、なるほどね。そこの差分が R のきつさということ、うん、そうそう、下の方が見えてるからってことで、ジュン君の場合はちょっと目やから、あのその分長くなってます。でも別にこれでもいいんですよ、綺麗だし。松田さんはこの R、ジュン君はこの R ってだけなんで、ただなんぼなんかってことだから、ジュン君は、やんな、これな、はい、200なんで、200じゃないな、190が一発ベンダーと一緒ですわ。だから、ジュン君の場合は190やから、400ってことか、400でまず印しますか。ジュン君の場合はどこに印しますか、次。520。だから190、バック、210ですね。僕はさっき190で曲げたから190バックなんですよ。で、同じ力加減で曲げないと、また取れるんで、さっきと。あと同じ、全く同じことができたら、400になるはず。あ、だったら最初に端から行って、もし200だって、違う力で曲げたらそれが取れるってことですか。そう、180になったり、220になるし。でも、純くんは大変そうになるから、大きいだろう、200で。はい。はい、これで曲げてみましょう、なかなか難しいですね。ね、難しいです。力入って、曲がりすぎる。ハイヒッキーとかいますよね。メーカーの出してる名前だと思うんですよ、ヒッキーって。ハイベンダーって言いますよね。僕って、うちはこのことベンダーって言う。で、一発のこと一発ベンダーって言う。はいはい、うん。ベンダーって言いますよ、ヒッキーって。そこの言わないと一発があんまりなんであっちが。だから、あるんじゃなくて、こういう、ビュンビュンビュンみたいな S。あ、S とかやるときはこれじゃ、こっちは無理な、うん、これぐらいの角度でいるときもあったり、あー、いるときもそうそう、必ずしも90度いるわけじゃなくいうことですか。そうこうしてるうちに、もうそうじゃない、もう一回な、はい、はい、OK、 あ、しないか、勝負、一応じゃあ、じゅんくんのできたんで長い、長いな、420やから、120バックしたから20長いから、210バックしたらなんてことか、曲げる力が強すぎるんですか。さっきつかったり、そのずらし幅がちゃうかったりするのもあるし、うん、ってことです。あ、1本ずつだと別に自分の感覚で1センチとかプラスマイナスになってもいいけど、これが並ぶときとかは、うん、あって5本とか並ぶときはこの R が合ってる方がかっこいいですね。そうですね、うん、まあ、ベテランの人とかもバチバチ綺麗な配管曲げてくるんですもん、ね、同じ R で、うん、芸術ですよね、あれはね。ってことなんで、こうやってあの何回もやってたら自分のね、曲げ幅とか分かってくると思うんで、僕もまだまだ勉強の身なんですけど、みんなで配管練習しましょう。じゃあ、ありがとうございました。準備もできました。はい、よかったですね。
まあ、こんな感じで。心こもってない感がすごかったね、今。感じないんで、すぐバレますよ。クールいうことやな。そうで、まあ、こういう感じでね、あの、みんなこうやって練習になればいいかなと思います。増田さんも、リバティさんも、インスタではリバティさんという名前なんで、やってるんで、夜中に集まって、皆さんのお役に立てるためというか、電気工事協会を盛り上げようという一心で、やってくれてる心強い仲間なんで、気になった方はフォローしてください。フォロワーさんが増えたら、ね、影響力も強くなって、僕はパナソニックさんのアンバサダーとか、最近選ばれたんですけど、もっともっといろんな効果とかが来るよう、全員で頑張っていくので、よろしくお願いします。どうかありますって言ったら、配管は時間があったり、滞在があったりした間に行って、なんか練習したらいいと思います。そうですね、ちょっとホールぐらいになったから、テレビとかやるんですけど、なかなか現場でさせてもらわれへんかな。例えばこんなんね、もうなったから、使われへんやん。曲げる練習もできへんやんってなると思うんですけど、こうやって、これだけやったら曲げるのも、総力的に無理なんですけど、あ、なるほどな。こうやったらまだ曲げれるの。こんぐらい曲げたら、多分折れてるんですけど、ね、折れるんや、折れてないから、ギリギリ。まだいけるぞ、いけるぞ。曲げすぎたら、ね、90度ぐらいやね。ちょっとでいいやね、超えてるぐらいなんで、何かしらできます。以上ですかね。無茶ぶりやな。純君、めちゃめちゃテンパるんで。ちょっとあのリバティさんが無茶ぶりしてもなんか喋ってくれるんで聞かせてきますね。はい。そっち面の。本当は技術じゃなくて、精神的な部分を求めて。精神的。うん、あの電気工事士の勉強も精神的しか僕はしないんで。まあ大切やわな。そっち専門でも、うん、ってことで、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。とりあえず面白くしたいです。電気屋を。